皆さんこんにちは、元コーチ D です。さあ今回からですね、 NFL 全地区の過去5年間を振り返ってみるという動画を撮っていきたいと思います。まずはじめにですね、AFC の東地区の紹介をしていきたいと思います。前回の動画でですね、最初にこのグラフをお見せしました。このグラフ、まあ見方はね、すでに説明しているので細かいことは省きますけど、これがとあるチームの過去5年間の成績を振り返るとともに、2021年、こちらウィーク10までの成績をこちらに表示しています。さあ、まず1チーム目の紹介なんですけど、皆さんこれどこのチームかわかりましたかね？ではいきなり正解発表したいと思います。こちらのチームは、はい。分かった方も多いかもしれませんね。こちらは、ニューイングランドペイトリオッツのチームスタッツでした。2016年以降の振り返りをしていて、2021年のシーズン途中のものまで、グラフにしています。青い棒グラフがネットポイントパーゲーム、1試合あたりの得失点差ですね。2016年なんかは1試合あたり相手に12点をつけて勝っていましたっていう平均のデータが出てます。勝利数も14勝してますからね。まあこのあたりはさすがペイトリオッツという形ですよね。圧倒的に1試合あたりの得失点差も高く、軽く10勝のラインをずっと超えているんですけど、2020年になるといきなり落ちてますよね。これ最近アメリカンフットボール、まあ、NFL をご覧いただいた方は何があったんだろうって思うかもしれませんけど、まあご存知の通り2019年シーズンを最後に、現在タンパベイバッカニアズで活躍するウォーターバックトム・ブレイディ選手が移籍をした年でした。20年近くペイトリオッツで活躍したトム・ブレディの移籍って私にとっても非常に衝撃的でしたし、まあ、これからどうなっちゃうのかなと思ったんですが、やはり20年シーズンは、まあ、クォーターバックが変わればしょうがないですね。シーズンの成績はかなり落としてます。ただ一方で2021年シーズン、今年ドラフトで、入団した、まあ、ドラフト1巡のマック・ジョーンズ選手、ここまで非常にいい活躍してるんですけど、はっきり言って数字にここまで現れてます。1試合あたりの得失点差もトム・ブレディ時代とそんなに遜色ないところまでは回復してますし、シーズン途中でも去年は16試合で7勝だったのが、今年ウィーク10までですでに6勝を挙げています。ちなみに1試合あたりの得失点差、これ32チーム中全体で4位の成績になってます。で一応ここを直近の話をしておくと、2016年ですね、アトランタ、マット・ライアン率いるアトランタ・ファルコンズに大逆転勝ちをしてスーパーボールを制覇。それから2017年も連続してスーパーボウルには進出してるんですけど、この年は残念ながらイーグルスに敗退をしてます。それから18年、なんとこの年ですね、前人未到の AFC 東地区を10連覇してます。で、3年連続スーパーボウルに出場して、この年はラムズに勝ってスーパーボウルチャンピオンになってます。で続く2019年もなんと地区11連覇。もうとんでもない記録ですね。ただし、プレーオフではタイタンズに初戦のワイルドカードプレーオフで敗退をしています。で、この年実は8年ぶりに AFC チャンピオンシップゲーム、これを逃しています。8年ぶりにチャンピオンシップゲーム逃すなんて聞いたことないですけどね。で、先ほども言ったように、この年、トム・ブレディが移籍して2020年シーズンは、キャム・ニュートン、過去にシーズン MVP を取ったこともあるキャム・ニュートンを擁して、シーズンを1年間戦い抜きましたけど、残念ながら2000年以来の負け越しで、この負け越しは約チームとして20年ぶりでした。まあ、こうやってですね、過去近年を振り返ると、この時に何があったのかってよくわかると思うので、こういった形で解説を続けていきたいと思います。さあ、では前回の予告動画であった2つ目のチームですね。2つ目のチームは、はい、こちらです。バッファロービルズになります。AFC 東地区、現在、首位を走っているのは実はビルズなんですね。ペイトリオッツと勝ち星で並んでるんですけど、ビルズすでにバイウィークが来ていて、負けの数が1つ少ないので、まあ、僅差でビルズがトップになっています。でこうして見てもらうと、明らかにここ直近2年3年で成績が改善しているのがわかるかと思います。まず2017年ですね、マクダーモットヘッドコーチが就任して、実は99年以来のプレーオフに進出しています。それから2018年、皆さんご存知、現在クォーターバックやってるジョシュ・アレンが入団して、新人の時から活躍はしたんですけど、18年はプレーオフは逃してます。ただし、19年はプレーオフ進出しながらもワイルドカード初戦敗退。そして20年シーズン、もうこのあたりから19、20、21と、まあ、1試合あたりの得失点差、いわゆるオフェンスのあたりでしょうね。この辺が劇的に改善をしていて、実は今、1試合あたりの得失点差、
32チーム中なんとリーグ1位の成績です。どこのチームにも負けないハイパーオフェンスを現在展開中ということですね。こうしてみるとですね、あのビルズ、まあそもそも AFC の東地区自体がペイトリオッツずっと強かったんで、まあ独壇場みたいなイメージだったんですけど、こうしてみるとビルズが近年非常に力をつけて、その結果が今シーズンに特に現れているんじゃないかなっていうのが見てわかるかと思います。さあ続いてのチームです。続いてのチームは、はい、こちら AFC 東地区現在3位のマイアミドルフィンズです。ドルフィンズですね、2016年に実は、得失点差マイナスなんですけど、アダム・ゲイズヘッドコーチで8年ぶりにプレーオフに進出をしています。勝ち星も実はこの年10勝してるんですよね。ただし2017-18は連続でプレーオフを逃しています。まあ見る限り得失点差マイナスだし、マイナス7点なんで、全てのチームにワンタッチダウン差開けられてしまったっていう計算になります。で残念ながら2018年いっぱいで、ヘッドコーチが解雇されています。ただし一方で2020年ですね、フィッツパトリックとかタゴバイルは両クォーターバックを擁しながら非常にいい成績、10勝を収めてるんですけど、残念ながらこの年もプレーオフは逃しています。で去年ね、非常にオフェンスというか得失点差改善したので、ああ今シーズンもこのままいくのかなと思ったんですけど、残念ながら今シーズンもこういったように苦戦をしていると。順位としても現在ランクは26位ですね。まあ、なかなかね、この地区ではドルフィンズ非常に苦しい時期が続いているのかなっていう印象です。1970年代なんかはですね、まあ、唯一の NFL 史上唯一のレギュラーシーズン全勝、スーパーボールも制覇っていうパーフェクトシーズンを達成したチームでもあるんですけど、まあ、なかなか復活にはちょっと時間がかかるかなというイメージです。あ、そして最後、4チーム目はニューヨークジェッツです。はい。マイナスですね。ニューヨークジェッツはですね、日本テレビ系列で放送している NFL クラブ、今シーズンからのアナウンサーに小高アナついてますけど、小高アナがジェッツのファンでずっと応援してらっしゃいますよね。一応振り返りをしますと、16、17、18、3シーズン連続で地区最下位です。で19年には GM が更迭をされ、2020年シーズン、昨シーズンですね、開幕から13連敗を喫してシーズンわずか2勝という結果に終わりました。で21年、まあ、今年の1月ですね、サンフランシスコディフェンスコーディネーターをやっていたサラーヘッドコーチが、このチームのヘッドコーチに就任しています。得失点差マイナス、勝ち星もまあ5勝を超えるのがやっとっていうぐらいな状況が続いています。で残念ながら、1試合あたりの得失点差も32チーム中でリーグ最下位という結果になっています。なかなかね、劇的に1年2年で変わるものじゃないかもしれないんですけど、ジェッツファンの方にとってはちょっと苦しい時期が続いているかなという印象です。はい、ではここからですね、AFC 東地区の各4チームの成績推移見てもらおうと思います。こちらですね、過去5シーズンの各チームの勝ち星をグラフにしたものです。まあ圧倒的にこのオレンジのところ、これがペイトリオッツですね。まあ、正直2019年シーズンまでは AFC 東地区はもう正直ペイトリオッツの独壇場でした。ペイトリオッツ王朝と言っても過言ではないと思います。2019年シーズン戦った後に、ご存知トム・ブレイディが退団をしてますので、20年シーズンは明らかに成績を落としてます。一方で青のラインビルズですね、17年に現在のヘッドコーチが就任して以降は大きく改善をしてきていて、今シーズンも、まあ、まだシーズン途中なんで勝ち星はここですけど、明らかに成績が改善しているので、まあ、今後王朝としてはペイトリオッツからビルズに変わっちゃうのか、それともマック・ジョーンズ、新人クォーターバック率いるペイトリオッツがまた短い期間で復活をするのかっていうのが非常に楽しみな地区かなと思います。また現在3位ドルフィンズですね、ちょっと乱高下してるんですけど、まあ基本的にはちょっと低調な戦い方かなという印象です。またジェッツですね、ちょっと苦しい時期続いてるんですけど、ぜひ、何とか復活に向けてね、頑張ってほしいなというふうに思ってます。はい、というわけでここまでは AFC 東地区の過去5年間を振り返ってみる動画でした。ありがとうございました。